は。こんにちは。今日も始まります。土曜の正午はあなたが主役。よろしくお願いします。今日はですね、まあお盆ということでですね。仏滅でお盆の入りですね。電車なんか空いてるかと思いながら来たんですけれども、まあまあ混んでてですね。で台風が、まあ東京は台風が今日の午後。6時ぐらいからものすごい雨になると天気予報では言ってるんですけれどもね、それでも皆さん結構出てますね。今朝はゴッドさんと私は電車が1本違ったんですけど、はいはい、私は濡れずに到着して、はい、ゴッドさんは途中でですね、線状降水帯みたいな感じでですね、ものすごい滝のような雨になりまして、この局から30メートルぐらい手前の手前のテントの下でですね、雨宿りをしてきました。台風の名前はメアリーらしいですよ。まあまあまあ、でも夜中で良かったですよね。東京雨が降るのがですね、今日はものすごい雨になるのがですね、今回の台風は風がなんかあまりなくって雨がすごいらしくって、ただね、お盆で東北に帰る人は本当にもうかわいそうだなっていう感じですよね。ああ3年目でね、やっと。何か毎年ね、日本列島この線状降水帯っていうのが至る所で発生しまして、ものすごい洪水になってますね。珍しいことじゃなくなってきましたもんね。これの天候が変わったというよりも、前からね、ある科学者なんか言ってるんですけども、地軸がちょっと傾きが変わってきてますね、これね。地軸がこういうふうに。そう。だいたい今 23.4 度ぐらい傾いているみたいですよ。それがだいたい22から20、いくつだったか僕調べたら22から、24.5 の間の周期でこう傾くんですけれども、今がちょうど 23.4 度。で、地軸ってかなり重要でですね、例えば地軸が全然傾いてないとするじゃないですか。そうすると、春夏秋冬がなくなりますね、まずね。それと、もう風も基本的になくなります。地軸があることによって温度の高低差がつきますから、それによって風が動くじゃないですか、空気。暖かい空気が上がって、冷たい空気が中に入り込んできてという形で空気、風が動くんですけど、地軸がゼロになると全く動かないと思いますね。温度がだいたい一緒なんで。なんか雨の降り方がスコールみたいな感じになってきてますよね。だからどういうふうに変わっていくのか、本当に地軸が変わってしまえば地球終わっちゃうんじゃないかなという感じですよね。だからまあそういうことも日本でも世界中そうだと思うんですけども。発表しないだけでかなりの研究はしてると思いますね。まあどうなってるのか、まあ我々ね、庶民にはね、日常生活には関係あるんですけども、基本的に前いつも意識はしてないという、天候も心配ですけど、はい、コロナがこんなに蔓延してるのに、ね、制限が取れたっていう矛盾がねちょっと理解できないですよね。移動制限のないコロナ蔓延 の, お盆っていうのはすごいですね。でやはりこんなに日本人って動くもんかと、まあ、確かにね、ずっと待ってたっていうのもあるんですよけど、何が怖いんだろうと思いますね。コロナが怖いのかマスクをしながらまた移動してますから、はい、この暑さの中 で,、でやはり、ね、経済的にはやはり観光者が増えないと、もういろんなところがね、大変なことになりますから、もう耐えられないでしょうね。だから政府もある程度こう、まあある意味実験的にやってるのかもしれないですし、だからテレビに出てる専門家とかね、科学者とか、もういい加減ね、ちょっと入れ替えた方がいいんじゃないですかね。全く違うことを言ってる方もいらっしゃいますし、そういう方たちはもう YouTube に追いやられてましてですね、地上波には全く出てこない。地上波に出てくるのは御用学者ばっかりでですね、でやはりいつも言うように田舎と都会の差すごくありまして、田舎の方たちはやはりね、 NHK とか新聞っていうのはもう盲目的に信じてますから、本当にねかわいそうですよ。
何が真実かはもう知ろうともしない。だからそういうことを知ること自体が悪いと思ってますからね。あ、違うことを。そう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 。だからね、今ねこういう時期に内閣のね改造もやってるんですけども、出るわ出るわ統一教会に関連してたやつが次から次へと。元ですよ、うん、今だってそうじゃん。だからねこれどうんだろうね。でも安倍さんの事件がなかったら、はい、こんなに自民党内に蔓延してるっていうのは自民党だけじゃないんですよね。じゃないですけど、はい、私たちは知らなかったんじゃないかな。まあまあそれはそうですよ。これもマスコミのせいもあるんですよ。一時は例えば桜田淳子なんかが合同結婚式をした時にはものすごく取り上げてですね、あるこの本当30年間ぐらい全く取り上げてないので風化されたんですよ。それでもやっぱりああいう統一教会の人たちは活動しまして、かなり詐欺商法といいますかね、霊感商法で物を売りつけてますから。でやはりねこれも地方と都会の差で、地方の市会議員とかそういったところって本当に数千票で通っちゃうんですよ、議員に。でそこへ統一教会の人たちがこうバッと応援すると通りますよね。だからこの辺もすごく問題で、議員さんとしてはやはり通りたいから票は欲しいでしょうしね。なんかいろんな問題が吹き出てきてますね、はい。それと安倍さんをね殺した犯人のことあまりもう今マスコミでも放送しない、ニュースでもやらない。これいろんなものを調べると、彼が撃った弾、安倍さんに入った弾が出てこないんですよ。どこに行ったのか分かりませんけど。で入射角っていうかね、発射角度から言ったらああいう死に方はしないと。警察発表と医師の発表が違いましたから、だからね、単独犯ではできないっていう説はもうかなりずっとあるんです。だから日本の公安なんかそれで動いてると思いますね。だからああいう海上自衛隊に3年入ってたとかそういうことばっかり言うんですけど、自衛隊ってねそんな悪くないからね。本当にもう地方が被災した時なんか、もう自衛隊の人たちがみんな助けてくれますからね、ああいう一言で本当に自衛隊の印象が悪くなるっていうのはムカつきますよね、じゃあこのお話はこの辺にしましょう。そうですね、それとはい、何か来ましたね。何でしょう。はい、コロナ対策。ああ、そうかそうか。今こういうのが。ああ、コロナを考えるとスタジオの中も危なくない。スタジオの中はですね、コロナ対策としましてですね、トレイルフレッシュというオゾン発生器を入れてます。はい。で、皆さんオゾンっていうのはあまり知らないと思うんですけども、東京都なんかの浄水場はオゾンで全て殺菌してますね。だからカルキの匂いが本当に少ないと思います。オゾンっていうのはもう地球の層をこう成層圏の上の方をこうオゾン層がありますから、そこから宇宙線とか太陽光のいろんなもう放射線とか全部カットしてますから。今ちょっと映せないんですけれども、はい、オゾン発生器がこれくらいの、ね、大きさで、はい、これぐらいの大きさでオゾン発生器をこの部屋の中オゾンを発生して、オゾンっていうのはウイルスとか、匂いとか、そういうものをですね水と空気に分解します。煙もですね、煙もですね、まあ化学式で H がついてるやつはもう全部こう水と空気に分解していきますので、それだけ優れもので、昔からオゾン発生器ってあったんですけどね、小型のものが本当にできなかったんですよ。大型のものしかできなくって、ものすごく高かった。だから浄水局なんかではまあ使い出したんですけども、それがやっと小型のものができてきまして、値段も安くなってきて、これから空気清浄機なんかに変わって、これに変わってくると思いますね。空気清浄機っていうのはもう空気をフィルターの中に取り込んでですね、まあ
室内の空気はきれいにするんですけども、それ自体はそうそう、ウイルスなんかをそのまま取り込むだけで、紫外線かなんかでこう殺さない限り、ちょっと無理なん でテレビなんかでよく水洗いしろとか言ってますけど、水洗いするときに飛んでんじゃないのって僕はよく思うんですけどね。まあまあオゾンに関してはその辺のことでですね、はい、恒例のですねちょっと競馬の、コーナーに入っていきたいと思います。先週の、競馬の結果です。レパードステークス、これもですね的中しております。ただね3連単がなかなか当たらない。これ新潟の11レースは僕この通りに勝ってますから、生まれは取ってるんです。で札幌の11レースもやってみたんです。もう最近好調でですね、札幌1、2、3着と来てましてですね、5000いくらついたんですよ、我々がね。で3連単が6万ぐらいついたのかな。だからね、3連単は札幌だから勝ってなかったんですよ。あ、予測はして予想はして、あ、1、2、3と来たと思って、あ、これ生まれもつくなと思ってたら、やっぱり5000いくらついてですね、ちょっと札幌の方をメインに予想した方が良かったですよね。で明日予想です。明日は関谷記念というやはり G3 のレースがあるんですけども、これねやっぱり台風とかいろんなことを考えると、やっぱりあまり大きく勝負はしない方がいいのかと。いつもそんな大きくは勝負しないんですけれども、本来4歳馬ずっと買いたいんですけども、夏はやっぱり牝馬ということもありまして、牝馬と4歳馬にかなり注目してます。あとやっぱ騎手です。やっと僕いつもルメールを買うと来ないんですけど、今回ばっかりはねルメール買います。ルメールを軸にして、他の4頭、1番の馬っていうのはちょっと非常に迷ったんですよね。買うかどうするか、これを買うのか三浦を買うのかと考えて、竹もあんまり買いたくなかったんですけど、どうして竹を買いたくなかったかっていうのは理由が一つ、馬体が牝馬ですので少ないですよ。420キロぐらいなんで、夏はやっぱりね500キロ超えた馬がよく来るんですよね。そこで迷ったんですけども、父親がモーリスということで一応抑えました。まあこういうことで予想したんですけども、ちょっと面白いあれがありましたですね、今日の11レース、新潟11レース、僕はいつも言うように新潟 1000m は黙って買わないといけません。でメインレースを見たら 1000m なんですよ、今日の11レースがですね。これはね血統騎手もう関係ありません。7枠8枠この6頭のボックスを買えば7割方当たります。で今回8枠にまあまあ騎手も面白い騎手が乗ってます。で7枠があんまり人気ないので、どれか1頭噛んでくればなと思ってるんですけどね。これは遊びで買うべき新潟戦で、もう馬も騎手も血統も全く関係なく7泊8泊の6頭ボックス15点で買ってくださいということでございますので、よろしくお願いいたします。これ見えないんだけど、ツイッターにコメントが届きます。あ、そうですか。それです。はい、何でしょうか。ちょっと私本当ね、コロナで右目が本当に見えなくなってですね、左目ばっかり使ってて、左目もまたどん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 悪くなってきています。オゾンでコロナがなくなるって、なくなるんじゃなくって、この空気感のウイルスを分解するんですよ。誰もコロナがなくなるなんて言ってませんのでね、それも根拠のないデマ。もうちょっと勉強しなさいよ。ネットでオゾンを調べたらわかる、こちらもね大学の研究所のデータがありますのでね、
読みましょうか、本学の、はい、どこの学校でしょう、本学の村田隆之教授が人体に安全な低濃度オゾンガスで新型コロナウイルスを不活性化できる事実を世界で初めて発見しました、というコメントが。だからそれが、それならそれでいいんですか、不活性化するんだから合ってるんですよ、うん、なんて言うんだろう、伝達を低く抑える可能性があるということが基礎研究となりました、うん、世界初の基礎研究となりました、うんうん、もう一つ大学がそういう発表してますね、はい、藤田医科大学ですって、愛知県、はいはいはい、それ聞いたことありますね。まあまあそんなことで皆さんは研究してるんでしょうけど、こんなことを言い出したらですね、 PCR 検査っていうのは、 PCR 検査発表、発明した人がですね、これはいろんな PCR 検査、コロナだけじゃなくっていろんなですねウイルスにも反応するっていうことを言ってますから、日本みたいに全員 PCR 検査とか言ってると、もう何が何かは分かんなくなりますよ。盲目的にみんな信用してますからね。基本的にもうコロナの、コロナっていうのはやっぱり風邪の、亜種といいますか、亜流でですね、こんなもんは人類はですね、自分の免疫力で治すしかないんですよ、はっきり言って。どれだけ、一番いい療法っていうのは、どれだけ自分の免疫力を上げるかなんですよ。そんなもん、食品添加物とかそういうもんばっかり食べててですよ、上がるわけないじゃないですか。何でも入ってるんですから。炭酸は飲む、スナック菓子は食べる。そんなことやってると人間の体がどん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 ね、退化していきます。もっと野生化してですね、免疫力を上げる、しょうがない。でコロナにかかった人はどこでかかったかわからないっていうじゃないですか、うん、もう濃厚接触者もね、そう本当にね、これわからないと思います。追跡のしようがあるのかなと思ってですね、であまりにもこう閉じこもってしまうと本当に経済が悪くなってしまう。閉じこもっていてもかかる人もいるんじゃないですか。もう本当にもう死活問題になってくるので、政府の対応っていうのももう難しいと思いますよね。うん、やはり皆さんがこう政府の発表をある意味頼りにしてますから、大丈夫なら大丈夫と、もうちゃんと言ってもらわないと。もう3密なんていうことを言う人はあまりいないですもんね、それにね。うん、あとやっぱり、なんて言うんでしょう、食べ物関係、うん、は濡れ衣だったんじゃないかなっていう。そうそう、飲食店でしょ、もうかわいそうにどのぐらい潰れてんだっていう話ですよね。でも必ず誰か犯人を作らないと収まらないじゃないですか、うん、まあ何度も言うように一番儲かってるのはファイザーですから、まあその辺のこともかなり絶対あるんですよこれ。で一番最初にワクチン打つときにはもう大丈夫だと、打てば。でどんどんそのニュアンスが変わってきてますからね、うんうん、症状が軽くなるになってきてますからね。でも3回打った人だってコロナかかってますからね、かなりかかってますよ。あとはかかってるだけじゃなくて不具合出てる人が身近にも、うん、結構いますよ、いっぱいいますよね。最近聞いた人は、はい、抜け毛でしたね、シャンプーしてたらすごく指にこう絡みついてきて、はい、思い当たることはやっぱり予防接種しかなかったかなって言ってたり、急激にね、それがワクチンが原因じゃないんですよ、僕はそう思ってます。原因じゃないんですけど誘発してるんです、うんうん、本当に前も言いましたように、これが例えば20年後に出る症状がワクチンを打ったことによってバーンと出てるんですよ。もうそういうことは絶対ありますから、そういうデータをどん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 集める人が出てくればいいなと思いますね。まあまあそんなことです、ね、はい、今日のね、サブ MC はですね、臨死体験された岡江里さんなんですけれども、前回ねお仕事が変わられて大変だというお話をされてたんですけど、はい、ほとんど記憶がないですね、あの頃の、その後どうでしたね。ずいぶん慣れてきましたけれども、うん、なんていうんだろう、私の一番の悩みはやっぱり歩けなかったことなんですけど、うん、仕事が変わってね、うん、大きな悩みの前には小さい悩みっていうのは大した問題じゃなくなるんだなと思って、はい、
大きな悩みがあることも、まあまあそんな悪いことじゃないなって思ってます。まあね、はい。今も普通じゃないんでしょ。靴じゃないですよ。足引きずりますし、人よりも決まった靴だと歩くのが遅いですけれども、やっぱりカバーする、なんて言うんでしょう、筋力とかもついてきてるので、まあまあどうにか、足踏みみたいな状態っていうのはなくなりましたね。さっきね、ちょっと話してたんですけど、はいはい。その入院されてる時に、はい。こう、なんていうの、膝から下はいはい。に靴下を。あ、男性ソックスですね。男性ソックスを履きますって言われた時え、に、男性ってどんな字なんですか？私は男性って男のソックスだと思ったんですよ。まだ目が覚めて日が浅かったので、いくら私が体格良くても、なんで男の人のソックス履くのかなと思ったら、弓偏に単純の単、弾むっていう字の男性ソックスって言って、すごいきついソックスを履くんですよ。で、つい最近まで私は長いこと寝たきりだったから、それで筋力が落ちて足が動かなくなったのかなって解釈してたんですけれども、いろんなのをこう調べていくと、その男性ソックスっていうのが足の壊死を招くという悪い部分を持ってましてね。もちろんいいこともいっぱいあるんですよ。で、なぜ男性ソックスを履くかっていうと、あと静脈瘤の痛みの軽減とか浮腫の改善とか血栓防止のためなんですよ。その血栓がこう巡って脳に行っちゃったら、脳梗塞。脳梗塞、心臓に行っても心臓が止まっちゃうでしょ。だから2択だったと思うんですよね。歩けなくなるかもしれないけれども、命を救う、どっちを取るか。だからその男性ソックスを履いたことで歩けなくなった恨みっていうのはもちろんないんですよ。その時は命の方が大事ですから。ただそのソックスのせいで腓骨神経が麻痺になったというのは本当に最近知りましたね。ちょっとびっくりはしました。それは前もって言われてたんですけど。そんな詳しいことは言われないんですよね。血行障害とか神経障害が起こった挙句、腓骨神経の麻痺を起こしやすいっていうのをこう調べていくうちに読んで、これが原因なんだなと思いましたけど、私が発病したのが13年前ですからね。医学も日々変わってるじゃないですか。そりゃそうまあ、これ合併症なんですけれども、当時それが分かっていたかどうかはちょっと分かんないんですよね。今皆さんが分かりやすいように言うと、男性ソックスの姉妹品っていうのかな、メディソックスとかストッキングとかもあるじゃないですか。あれはちょっと緩やかだから医学用じゃないんですけれども、あれのきついのが医学用の男性ソックスっていうものですね。履いてる時にこれダメじゃないのっては思ってたんですよ。きついから、寝たきりなのに足をこうギュッと締め付けられるので、でそのせいで足の、どっちだろう、悪い方の足の、小指と人差し指が、なんていうんでしょう、盛り上がっちゃったっていうのかな。ソックスがこうきついから爪も変形しちゃったんですよ。それぐらいこう強いソックスでしたので、それで腓骨神経っていうところに麻痺が起こったんだなっていうのは今年ですね。それもつい最近理解しました。ただ当時としては仕方がなかったことだろうなって思ってますね。どっちを選ぶどっかちを選とぶ、いうもうか。とりあえずは命の方だから、そっちで良かったんだとは思いますよ。今日いろんなものが来ました。読みましょうか。ワクチン打ってない人が外で歩くのは危ないやん。自宅待機しとかな、他の人のことも考えやん。って来てます。ごもっともだと思いますけど、でもワクチン打ってない人ってかなり若い人もいますからね。3回目以降は増えましたよだからね。そういう、ワクチン打つこと自体が強制じゃないんですよ。自由なんですよ。だから、こういうことは言えないんですよ。ワクチン打ってない人に外を歩くなとかね。政府が強制してない。打つのは自由意志。
だからそういう人たちにワクチンを打ったからといってワクチン打ってない人に外を歩くななんて誰が言えるんですか。あのこれはもうそれぞれの人のことを尊重して政府もそう決めたんでしょうし、これ全員打てとなったら中国になりますよ、まあ、中国北朝鮮になりますよこれ。あのワクチンの何て言うんでしょう、怖いところっていうのはやっぱり未知な病気じゃないですか、まだよく分かってない、で今現在言われていることが何十年後かにはそれは常識じゃなくなることとかもあるじゃないですか、あのちょっと緩い例えで言うと、昔って部活とか運動した後ってお水飲んじゃいけなかったんですよ、はっきりと先生が血液が薄まるから水を飲んではいかんって言ってたんですけど、今は もちろんお水飲むのはあの常識になってますでしょ。コロナも今現在の情報はこうだけれども、今後どうなるかはわからないわけでしょ、誰もわからないから怖い病気っていうことですよね。だからね、この方がこう書いていただいているのはもう最もなことだと思います、最もなことなんだけど、でもどうするんだろうっていう話ですよね、難しい、だから難しい問題なんじゃないですか、方向がなかなか決められない、で田舎の人、ね、高齢者なんかほとんど打ってるんでしょうしね、やっぱ安心のためもありますよね。そう、それとねやっぱりね広がるんですよ噂が、で万が一例えばそこから出たらもう村八分になっちゃって、下手して住めなくなる、だから東京とか大阪にあの田舎から来てる人がお盆に帰るのは田舎の方からちょっとやめてくれと、今回やめてくれとかいう意見になってくるんですよ、まあ、その辺も分かりますしね、本当に難しい問題だと思います。ただどんな情報も誰にとって都合のいい情報か、あとメーカーのデータとか、儲かる人は誰かっていうのをこう探っていったら、やっぱりちょっと眉唾の情報もあるんじゃないかなって、同じからちょっとねいくらか見えてきますよね、じゃあコロナはこの辺にしましょうか、はい、これで次は何にしますかね、まあ、あの今日一番こう喋りたいと言いますかね、こういろいろこうこのテーマで話しながらですね、いろんなものも思い出されてるみたいなんですけれども、リハビリもかなりやったのもね聞いてますし、思い出すのはサイトカインって最近よく耳にするじゃないですか。で13年前私が発症した頃は、サイトカインなんて言葉はそれまで耳にしてなかったんですよ。ただ私が耳にしても分かんないですね。耳にしても分かんないんですけど、私が寝たきりの時頭の上でサイトカインっていう会話を先生方がしてたんですよ、でその時そのサイトカインというあの単語を知らないですからね、目が覚めた後あまりにもその会話がいっぱい出てきたので、私はサイトの会員になってないっていう会話をしたぐらい、サイトカインを理解してなかったんですよ。で今だったらこう悪玉と善玉と日和見がいて、その日和見がどっちにつくかでこう変わってきちゃうっていうところでしょ。要は自分の免疫力がものすごく増えてですね、あの いいものまでこう攻撃していっちゃうわけでしょ。あの、外から来た悪いものをあのやっつけるんですけれども、それが間違えて自分の体を攻撃しちゃう状態、そうですよね、それが私でしたね、なんかそれどういう治療したんだろうね、で原因があの卵巣破裂が初っ端なんですけれども、あの大腸菌ってあるじゃないですか、人の体の中には大腸菌もいるんですけれども、普段共存してるんですけど、それが増えすぎて私を蝕んじゃったんですけども、それが大腸菌じゃなくて人食いバクテリアだったらイチコロだったねって教授の先生が笑いながらおっしゃったんですよ。ああそうなのかな、これがあの大腸菌でよかったねっていうふうにはおっしゃってました。それがまあ敗血症なんでしょうけどね、血液の中に大腸菌入ってですね、基本普段からいるんですよ大腸菌は、体の中には。いや敗血症って聞いただけでもーっとうなりますけどね。敗血症の単語が出てきたら次五輪中らしいですね、多臓器全部も、敗血症じゃないんですよ、敗血症性ショックだから、敗血症のさらにもう一個上、
あの死に近い方でしたね。なるほど。なんか恐ろしい病気ですよな。はい。それとね、この番組をやりながらですね、はい、意外とね、実際に周りにいたんですよ。あ、そうなんですよ、はい、発信しているうちに見つけましたね、はい、お二人。はい。それもね、原因が全部違うような形で一回死んでるんです。死んでるというか、瀕死、瀕死状態ですよね。はい。一人は、やけど。はい。どのくらいやけどって言ってます。半分以上じゃなかったですか。やけど、全身やけど、はい、でもう一人の方が交通事故。ここで皆さんICU に入ってるんですよね。はい。で何日間かは意識がない。で今度ね、はい、出演していただくことが、今月の第4土曜日にその二人に来ていただきます。で岡さんと3人でですね、実際の臨死体験っておかしいんですけど、僕ら体験したことがないのでよくわからないんですけど、私も自分以外のその体験者と話すの初めてですから、すごい楽しみですよね。どういう話になるのかちょっとね、はい、共通点とかね、違うところとか、それはちょっと面白そうだなと思ってるんですけどね。はい。で実際に自分たちが経験しているので、なんかそこで共通点があるっていうのはまた不思議なもんでね。はい。全くこう違うのかなとも思うんですけど、多分ね、言えてない人もおられると思うんですよね。人に公害してないっていう人も。まあね、はい、まあ人間なんてよくわからないですからね、はい、今もってわかってないですからね。はい。まあそのうちね、私なんかももうその臨死体験どころか体験するんでしょうからね、ちょっと楽しみですよね、うん、痛くない方だけをね、痛い痛いと言いながら死ぬのが嫌なんで。痛くないですよ、死んでしまったら。生きているから痛いんですよ、ね、これはもう全人類一度は体験しますので。だけどそのまま行ってしまったら誰にも言えないじゃないですか。はい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 。まあね、どういうその先があるのかもよくわかりませんね。ワクワクすると思います、ね。まあね、これそういう体験されてない方がそういう話をされるとちょっとね、うーんでも僕もうなりますけどね。私も自分が体験するまでは、変な人だなって思ってました、そんな話を、はいはいはい、まず宇宙とか、はい、人生とはとか、はい、死とはとか、はい、なんか怪しいな、そこはかとなく怪しいなと思って背中を向ける側にいましたから、体験している最中にも驚きなんですよ。あんなに小バカにしてたのに自分が体験してるじゃないかと思って、とっても驚きました。だからね、今回ね、3名の方にですね、同じ質問10項目ぐらい書いてですね、皆さんにこう LINE してます。だから当日その質問事項にそれぞれの皆さんに答えていただければなと思っておるんですよね。まあちょっと楽しみに、私自身も楽しみにしてます。今コメントが届いたんですけど、はいはい、臨死体験ってどんな感じなん、はい、死を身近に感じて生き方が変わったことありますか、はい、という質問が来ています。僕が体験してないか分かんない。前回、はい、エンマ様のところで、はい、エンマ様と遭遇したところで話が終わっちゃったんですけど、はい、なんて言うんでしょうね、エンマ様は振り分ける係だとおっしゃったんですよ、はい、でその時は天国行きか地獄行きかを振り分ける係の方なのかなと思ったんですけど、はいはい、死ぬ方に行くか生きる方に行くかを振り分ける係じゃないかなって最近は思うようになりましたね、うんうんうん、なるほど、うん、まあね、だいたいエンマ様なんていうね、そう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 、キーワードが出たら怪しいじゃないですか。だけど出てきたんですよ。で臨死体験が夢なのか、はい、酸素がなくなった状態にはそういう共通して見るものなのか、それは私には分からないんですけれども、
体験をしたという事実はやっぱり残っているのと、はい、13年も経っているのに忘れない、はい、こうやっていろんな場所でお話をするでしょ、ああするたびにこう鮮明になっていくっていうのは、ああやっぱり夢とは種類が違うんだなって、もう物忘れ激しいんですよ最近、ああ そことは違う脳が働いてた体験なんだなと思いますね。僕ね臨死体験はしてないんですけど、無呼吸症候群なんで一回測ったことがあるんですよね、機械でね。そしたら7分ぐらい止まってるんですよ。7分水に潜ったら1分もあれですよで今こう息を止めたって2分いけないでしょうね。それが7分ですよ。でこの間ね、ちょっと僕仕事してる部屋で孫、まあ中学2年なんですけど、孫の友達が女の子ばっかり4人ぐらい来て、僕がちょっと寝てたらパッと目を覚ましたら、みんなでこう指さしてるんですよ、息が止まってるでこの7分息を止められるってことをしたいから自分自身もびっくり、はいはい、うたた寝されてる時も座ったまま、はいはい、止まってますよね、はい、ふってこう水の中から生き返ってきたように息を吹き返すんですよ。そんな方いっぱいいると思いますよ。でも7分って止められないでしょ。止められないですよ、海に潜る職業じゃないんだから、はいはい、でもそれができるってことは、はい、潜在能力なのかな。潜在能力なんだと思います。すごいですね、うん、自分でもこれはすごいなと思って、うん、でもダメなんでしょ、ね、それ病気。まあまあそりゃそうでしょうけどね、心臓にも負担がかかるし、まあでも未知のこう力がやっぱりまだあるのかなと。でもめっちゃ苦しそうですよ目覚めてない力がですね。あ、潜在意識とか潜在能力っていうのはあると思いますね、はいはい、まあいろんなね皆さんも体験もされてるんでしょうけど、ちょっと人にはないような体験があったらね、ちょっと教えていただければいいと思いますね。あ、そういう体験のコメントをいただけると嬉しいですね。そうですね、はいはい、まあ結構いると思いますよ。でも、うん、言ったためにバッシングされたり、はい、やっぱり傷つくことを恐れる方もおられるから、はい、なかなか発信できない方も含めたら、まあ、まあそれはそうですよね。世の中にはいるんじゃないですか。まあまあある程度こうずぶといんじゃないんですけども、流した方がいいですよ。もう気にしない、批判を、何を言われても気にしない、だから何なんだっていう話ですよね。でもやっぱりこう人の話はまあ聞いて、ああなるほどなと心の中でも思いながらね、だから何なんだよっていう話ですよ。でやっぱ僕らの年になってくるとね、この年になってもこだわる人が結構いるのなんかね、うん、でこだわるというかね、しつこいほどこう自分でいろんなことを説明しながら喋ってるんですけども、もういいわと、めんどくさいと、そういう人結構いますからね。もうね気楽に行きましょう、気楽に、はっきり言って疲れますよ本当に。もう人生、自分の人生が疲れるね、あんまりこだわったりいろんなことをすると、うん、だから食事もそうですけど適度に食べて、腹80分目で適度が一番いいかもしれない。なんかいろいろね、はい、血糖値を下げるためにはとか、はいはいはい、栄養学とか出てますけど、はいはい、やっぱり量じゃないかなって思います、ね。うん、僕も量だと思いますね、うんうん、それとこれをやろうと決めてやったらダメ、もうそれをね自分の生活習慣に入れてしまう、うんうん、だからもうあんまりこう気にしないでそういう生活パターンにしてしまえばいいんですよ。あとこうしくじけてもリセットできると思えば、そう大丈夫じゃないですか。大丈夫です、うん、はい、まあ、そんなこんなでですね、はい、まあ、第4土曜日を皆さんちょっと楽しみにしていただいてですね、はい、いければと思うんですけれども、ね、来週、再来週ですね。再来週です、はい、ちょっとね告知の方もできればと思うんですけれども、はい、まずカラオケ大会の告知からいければと、はい、9月ですね、はい、ちょっとあれをアップにしていただけますかね。ちょっとコロナでね皆さん足踏みしてる方も結構いらっしゃるんですけれども、うん、上野の野外、のステージ野外ステージで9月19日月曜日なんですけれども、これは祝日になってます。
ここは屋根がありまして風通しも良くてですね、広いとこですね。広いです。1200名ぐらい入れるんですけども、そこに多分ねスタッフは入れて50名も入らないのかな、うん、そのくらいでやりますので、もうすっかすかですね。うん、3密とかそういうことは全くありませんし、うん、大声を上げて歌えると思います。で、上野公園なんでね、来て上野を楽しん、忍ばずの池のね、そうですね、楽しんでいただけるだけでも綺麗なとこですよ。そうですね、皆さん上野公園ってあまり動物園ぐらいしか知らないと思うんですけども、博物館とか美術館とかいっぱいありますからね、うん、ちょうど散策するにはいいのかもしれません。忍ばずの池でボートに乗ってもらっても構いませんし、あと今やってるか分かんないですけど、前は定期的に骨董市とかね、そうですね、にぎわってましたね。で、10月からここ改装しますので、もうこの雰囲気でやるのは本当にもう最後になると思います、うん、で、今回からですね、ちょっとね新しいこのマイクですね、このマイクを使います。何回か自分でも試したんですけど、これ本当にノイズが入らない。で、声がストレートに入ってきます。スポーンと。中高音がスーッとこう伸びます。だから、カラオケボックスのマイクなんかに慣れてらっしゃる方は、物足りない、最初は物足りないと思いますけど、そのまま自分の声が入りますから。カラオケでボックスのやつはもうかなりエコーも入るじゃないですか。はい、なんか向こうの方が柔らかい感じです。こっちの方が直接、うん、向こうの方はね、なんか残響音がすごいです。残響音というか、これで歌いだすと向こうの方が違和感を感じてる。うん、はい、これはいいですからね、皆さんね、これで歌っていただけると、これで歌っていただけるのはありがたいと思います。これはクイーンのボーカリストが使ってました。へー、はい、と同じ同じタイプです。それだけ優れもんです。今は僕YouTube の方もちょっとやっていただきます。 YouTube の方にですね、このマイクを使ってつい最近歌を上げてます。節操なく上げてます。これね、うまい下手じゃなくてですね、昭和歌謡っていうのは僕人より多分かなり知ってると思いますね。だから若い人が、例えばびっくりしたのが、ちょっとコメントなんかも来たんですけども、初めて聞きましたとかね。そうそう、荒井由実っていたんですよ。今松任谷由実になってるんですけども、うん、その方が作詞作曲した「いちご白書をもう一度」という歌があるんです。バンバンというグループで流行ったんですけれども、この歌を知らないとかね、初めて聞きましたとか、うん、だからいろんな歌を僕歌ってこう聞かれてる回数が変わってくるんですよ、うんうん、で曲によって、ああこういう年齢の人がこういうふうに聞いてるのかなとかね、うんうん、思いながら聞いてます、見てます。あとほら、個人的に何て言うんですか、バランスが悪いとか、はい、そうそうそう、アドバイスいただいたり、はい、そうですね、なかなかこのマイクを使ってバーッと最初の方入れたんですけども、音とですね、声のバランスが悪かったりとか、音楽とね、はい、カラオケボックスでやってるもんですから、そんなにいい環境じゃないもんですからね、自分ではわからないですよね。そう、わざわざこう言ってくださるっていうのはね、そうそうそう、ありがたいですよね、すごく、はい、で自分自身、僕は歌に関しては非常に客観的に見てるので、もう全部消したいんですけど、もう何十回か見てくれてるので、消すのももったいないなということで、はい、で最初の9曲ぐらいはカラオケボックス のマイクで歌ってます。それ以降がこのマイクで歌ってます。まあこれからもどん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 入れていって、やっていきます。すごい頻度で上げてますね。そうですね、はい、ただね、もう大体1週に1回ぐらいこう録音したりしてるんですよ、 4,5 曲で一晩聞くんですよ、自分で。これでやっぱりもう上げない嫌になっちゃう嫌になって、あ、これダメだと思って
あれみたいですね、夜書いた手紙朝読んだら嫌になっちゃうのと同じですね。そ、まあ、そんな感じで難しいですよね、やっぱりね。歌はね、なんかドラマですもんね、表現ですもんね。だから前回のカラオケ大会のやつもですね、ダイジェストで僕はこう YouTube に上げてるんですけど、うん、皆さんの歌を聞くとね、やっぱり上手いですよ、うんうん、やっぱり上手いなと思いますね、うんうん、だからまあそれとね比較すると本当に消したいんですけども、まあまあなんでもかんでも入れちゃえやと思ってね。ゴッドさんは音を外さないですもんね、音程は。そうでもないですよね。あと目つぶって聞いてると声が若いですよね、うん、声だけは若いです。ねえ、声だけ若いのとレパートリーが広いのと、はい、うん、演歌が少ないんですけどね。あ、演歌って感じじゃないですね。演歌難しいんですよ、やっぱ演歌、うん、本当に上手い人っていうのは何歌ってもうまいなと思いますね、うん、もう一節聞いただけでえーっと思います、うん、でも今の若い方ってあの知らないから逆に新鮮って、昭和歌謡をね、まあまあそれはそうなんでしょうけどね。で僕なんか特にねフォーク時代からやってるので、関西と関東ではかなり音楽シーンが違ったので、うんうん、はい、だからその辺もあのどん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 入れていきます、うんうん、で今度入れようと思ったのが生き物係を入れようと思ってます。おー難しいですね。生き物係中島美香で、そのあたりも入れていきます。声高いんじゃないですか。まあまあそれはそれなりに、うん、で多分僕の歌を聞いたらみんな自信持つんで聞いてくださいね、本当に。存在感がありますね。そうでしょ、はい、まあそんなこんなでですね、もうね時間もだいぶ来たんですけれども、はいはい、第4土曜日にもう一回出ていただくんですけども、3名の方とですね、はいはい、どういう話で盛り上げていければ。そうですね、はい、一応、はい、なんて言うんでしょう、一応質問事項を何個か送ったんですけれども、はい、やっぱり三人三様で違うじゃないですか、はい、なんか渋滞になった時 の、 あの年齢とか病名とか、はい、意識不明の期間とか、はい、あのその時の様子とか、はい、ちょっと質問して、まあね、みんな原因が違うからね、はい、渋滞になった時のですね、まさかそんな人と出会えると思ってないですし、ね、まあね、どうなってんだろう。私がこの話を発信している理由って、はい、あの恐怖に感じる必要はないよっていうことを、ね、あの伝えたいんですよ。死に対するですね、はいはいはい、で結構ねこの番組高齢者の方もあのやっぱりね見ていただいてるので、その辺はやっぱり僕らもそうですけどやっぱり興味がすごくあるところですよね、うんうんうん、で周りで本当にどんどんなくなっていってますから、うん、若い頃はもう結婚式に出る回数が結構多かったですよ。お祝い金も。そうそうそう。今回の年取ってくると親戚を含めもね、そう年下の人もね、うん、葬式法事が多くなってきて、はいはい、でそれがあの恐怖じゃないよっていうのはあのこれから亡くなる本人もですけれども、見送る側の人にも、あの大事な人を亡くしたけれどもそういう辛いところには行ってないよっていうのを発信したいんですよね、はい、余計な心配じゃないですか、はい、あのそうじゃないのに。でただそれ一つのために戻ってきたんですよ、うん、あのそうじゃなかったらあんな楽しいところを振り切ってね、うん、あのこの世の地獄みたいなところに戻ってくる選択肢はなかったですよね、はい、あのみんなってもう上からねみんな違うよって情報間違ってるよっていうのをどうにか発信したかっただけですね。だからなんかこう儲けるとか、はい、そういうことじゃないんですよ、はい、で私は講演も何講演やってましたね何回かしたんですけれども、はい、あのちょっと尻つぼみに辞めた理由はですね、同列の方たちにやっぱ怪しい人っていうのが多くて、あのなんて言うんでしょう、最後に物を売るっていう人たちとあの一緒の舞台に立つのは嫌だなって思ってましたね。それとやっぱりちょっとずつ歩けるようになってきたので現実を生きたいというか自分の足で仕事をしたいというのでこう比重が変わってきましてね、うん、歩けない時はやっぱりできることが限られてますから
頼まれればそうやって言ってましたけれども、ちょっとこのところは現実の仕事をするので手一杯で、そういうお声も今はいただいてない感じですね。まあね、人間、まあ両親も僕も亡くしましたけど、もう棺桶に入ってるね、見ると両親見るとですね、物体ですよね、もう、もうついさっきまで動いてたのが本当にもう物体、いや人間ってこんなもんかなと思いますよね。で本当にまあ両親、あといとことかね、そういう人たちを見るとですね、友達とかね、不思議なもんだなと思いますよね。でも誰しも行くとこですからね。まあそりゃそうですね。だからおっしゃるようにこう怖がったってしょうがないし、怖がったってしょうがないし、全員が行くとこですからね。そうですね、はい。まあどういうとこかはね、そういう臨死体験、本当にされた方の話は聞いてみたい。もうウキウキしてそこに行くと思っていれば間違いないですよね。今度3名ですのでですね、ここに3名座っていただいて、僕はそのカメラ側に座っていろんな質問ができればと思ってますので、非常に興味深いものがあります。はい、楽しみにしています。はい、それともう最後なんですけれども、はい、川越の花火大会、もう会場いっぱいなり、抽選でいっぱいになりましたので、よろしくお願いします。それでは来週よろしくお願いします。さよなら。